はい、横田慎三です。慎三チャンネル、今日のテーマですが、薬剤弱気性うつ病に行ってみたいと思います。はい、薬剤弱気性うつ病というのは何でしょうかね。これは医薬品ですね。医薬品が起こすうつ病ということです。よく知っておかなければならないのは、医薬品というのはうつ病を起こす能力を持っているということですね。そして、ここにも書いてますが、特に有名なものがあります。ここにも書いてますが、インターフェロン製剤、それから副腎皮質ステロイド製剤ですね、ステロイドですね、それからベータ遮断薬とかカルシウム拮抗薬、高圧薬ですね、血圧の薬ですね、それから抗ヒスタミン薬、それから経口避妊薬、こういうものが有名です。はい、では今日のテーマいってみましょう。薬剤弱気性うつ病です。はい、ではですね、先ほども言いましたが、起こす薬ですね、薬剤弱気性のうつ病を起こす薬、有名なもの、インターフェロン、ステロイド、それからレセルピンですね。ここにレセルピンの添付文書を載せておきますがですね、高圧薬ですね、アポプロンというやつです。高圧薬ですが、どういうふうに載っているかということですが、添付文書をここに切って載せておきます。大事なところだけ言いますが、うつ状態が現れることがありますよということですね。そして、ものすごいことが書いてますが、自殺に至るようなうつ病が現れることがあるので、十分に注意することと、そしてこういうことが起こった場合に、投与中止、することということが書かれているということですね。さらにですね、もっと大事なことですがですね、この薬をやめたとしてもですね、数ヶ月間このうつ状態がずっと続きますよと、気をつけてねというようなことが書いてあるということです。はい、次行ってみましょう。はい、ではですね、さっきも言いましたがですね、有名な薬剤弱気性うつ病を起こす薬というのはいろいろありましたがですね、インターフェロン、それから副腎皮質ステロイド、それから高圧薬の類とか抗ヒスタミン薬とか、経口避妊薬とか、こういうのが知られてますよということなんですが、実はですね、他にもたくさんありますよと、うじゃうじゃあるということです。いくつか挙げておきますがですね、自分が使われている薬の添付文書を見られるのが一番いいと思いますが、いくつか挙げておきますが、ここにサーシリンというのがあります。アモキシシリン、ですね、合成のペニシリンですね、抗生物質ですね、合成したやつということです。合成ペニシリン、製剤というやつですね。で、こういう添付文書を切って載せておきますが、もうここにも書いてますね。もう全部言いませんが、うつ状態と書いてますね。ちゃんとうつを起こしますよということが書かれているということです。はい、次行ってみましょう。はい、では次いきますが、うつ病を起こす薬というのは数々あるわけですが、ここにも添付文書を切って載せておきます。アダリムマブという薬ですね。モノクローナル抗体製剤、タンパク質製剤です。それでですね、このモノクローナル抗体製剤、タンパク質製剤というのは非常に副作用が多い薬です。副作用の種類がものすごく多い。おそらくですが、全ての病気を起こせるんじゃないかというぐらいの数が載ってます。添付文書の中に。もうほとんどの病気は起こせてしまうんではないかと思うぐらいの数が載ってます。そのぐらい最強の薬ですね。それがタンパク質製剤ということです。体の中に打ち込めばいろんな副作用が起こるということですね。そしてその副作用、今回うつ病ですから、うつ病だけ言いますが、下のありますね。うつ病、出ますよということが書いてあるということです。はい、次行ってみましょう。はい、では、薬剤弱気性うつ病の原因として有名な薬、インターフェロンですがですね、多彩な精神症状をきたしますよということです。うつ病以外にも、様々な精神症状を起こしますよということです。どういう症状が出るかということは書いてますが、抑うつ状態ですね、うつの状態、それから繊毛ですね、それから不眠とか不安とか、こういうものを起こすと、それからですね、痙攣とか幻覚妄想、軽度認知障害、というようなものも起こすと、様々なものを起こすんですが、ここに大事なことが書いて、ありましてですね、躁の状態にもなると、攻撃的になるということです。わかりますかね。双極性障害のところでも言いましたがですね、薬というのは躁の状態も起こせるということです。ここにインターフェロンでもうつももちろん起こしますが、躁も起こすということがここに書かれてあるということです。はい、次行ってみましょう。はい、ではインターフェロン続きますがですね、インターフェロンという薬を使ったらどういうふうになるかということがここに詳しく書いてますので、読みたい方は読まれていいと思いますが、ざっくり言っておきますが、インターフェロンという薬を使うとですね、
通過障害という状態ですね、こういう状態になりますよということが書かれているということで、どういうことかというと、健全な状態ですね、健全な精神状態と意識障害の間ですね、その中間の状態で精神症状が出ますよということです。そして下の方に大事なことが書いてますがですね、アルファ波とか脳波ですね、こういうところにはっきり異常が出てると、この薬を使った時の通過障害の状態になると脳波に異常が出ますよということがここに書かれているということですね。はい、次行ってみましょう。はい、ではインターフェロンを使ってどのぐらいの期間でうつ病が出てくるかということがここに書かれてますが、だいたいですね1ヶ月以内というのがだいたい 60% と、1ヶ月以内で出てきますよということです。そして一番重篤なところが4週目と12週目ですね、このあたりが一番重篤な症状が出ますよということがここに書かれているということです。そして大事なことですが、下の方にですね書かれてあるのは、この薬をやめたとしてもですね1ヶ月ぐらいこのうつの状態が続くことがあるので気をつけなければいけないということが言われているということです。はい、次行ってみましょう。はい、ここから最も重要なことに踏み込んでいきますがですね、インターフェロンとに匹敵するぐらい、うつ病を起こす薬として有名なものということで、副腎皮質ステロイドということですね、ステロイド薬です。幻覚とか妄想とか繊毛とか、こういうさまざまな多彩な精神症状を引き起こすことができる薬ということです。そして大事なことですが、ここではうつ病ですが、そう状態もこれ起こすということで有名ということですね。うつとそう両方起こせますよということです。はい、次行ってみましょう。はい、ではですね、どのぐらいの量でうつ病になるのかということですが、ステロイドですよ、1日の投与量が 40mg を超えるとですね、うつ病の発症の危険が高まるということですがですね、実際はですね、それより少ない10から20ミリグラム1日での量でもうつ病が出るんではないかと言われていますということです。そしてどのぐらいのスパンで出てくるかということですが、投与しても1日目に出る人もいますし、遅くても3ヶ月ぐらい、だいたい多いのが1、2週目ぐらいにうつ病の発症をする例が多いと、ステロイドではこういうふうになっているということですね。はい、次行ってみましょう。はい、ではですね、このスライドが、まあ、今回の動画の中で一番大事なこと、大切なことを言いますが、このスライドだけ言えばいいぐらいの大事なことですがですね、まずうつ病の患者さんというのは海馬とかが萎縮していると小さくなっているわけですよ。そしてですね、このスライドの真ん中より下の方にブラウンという人たちの研究がありますが、ブラウンらの研究ですが、どういう研究だったかというとですね、ステロイドですね、プレドニンというステロイド、国内は未承認のステロイドを長期投与している人たち、1日あたり 15.6mg を投与した患者、約92ヶ月という長期投与ですね、この患者さん17人とですね、そうではない健康な普通の人たちですね、対象群15人を比較したと。比較した時に何を比較したかというと、海馬の体積、それと機能ですね、これを比較したということです。そしたらどういうことになったかというと、プレドニンを使っているグループですね、長期投与しているグループはなんと左の海馬が 7% 小さいと、そしてなおかつ右の海馬も 9% 体積が小さいと、要するに縮んでるわけですよ。すごいですよね、ステロイドの長期使用で脳の形態が変わっているということです。そしてなおかつ記憶などの機能ですね、これも悪くなっていると、体積も小さくなってますし、機能もおかしくなっていると、もうこの動画の中ではこのスライドが一番大事なことですが、ステロイドを長期使用するとこのように脳の体積も機能もおかしくなるというようなことがこうやって分かっているということですね。そしてうつ病を発症するということです。はい、次行ってみましょう。はい、では最後ですがですね、論文ですがですね、1983年のルイスらの研究によりますとですね、ステロイド 40mg 1日 40mg ぐらい使った人ですね、プレドニゾンを使ったグループでですね、調べるとでどういうことになっているかというと、
900名、まあ、ざっくり1000名ぐらいのグループでですね、軽度の精神症状ですね、これどのぐらいで出るかというと 18% か 62% ぐらい出てると。それから2500人ぐらい追っかけたやつではですね、重度のやつですよ、重度のやつを追っかけたものの中では 1.6 から 50%、まあ、かなり開きがありますが重度の精神症状が出てるということです。そして大事なこと下ですがですね、その症状の種類ですね、どういうものが出てるかというとここに書いてますが、躁の状態、躁ですね、躁が 28%、 それからうつですね、うつが 40%、 混合状態が 8%、 そしてその他専門などということになってるということです。どういうことかというと、前にですね、双極性障害の動画も3本か4本上げてますがですね、薬で双極性障害というのは起こるんですよと前にもお伝えしましたが、ここでもステロイド見て分かるように、躁もうつも混合状態も全部出ると、薬使ってると出るわけですよ。そしてですね、今回は薬剤弱気性うつ病ですがですね、このように、薬を使っていくとうつ病というのは起こると。で、そういう薬はゴロゴロあるということです。はい、では最後ですが、今回は薬剤弱気性うつ病についてお送りしました。ありがとうございました。